はいどうもプロタンです。いやー春になりましたね。いや今朝ねこうアテレコしてるんですけど、で朝俺9時ぐらいに起きて散歩行くんですよ毎回。まああのスーパーに行くがてら、スーパーのご飯をね調達しに行くがてら散歩するんだけど、えもう半袖でいいじゃんと思って、めちゃめちゃはい、めちゃめちゃもう春じゃん。スプリング、ウェルカムスプリングってことで、え今日はね背中トレやっていくんですけど、今日の背中トレは一段と丁寧にやってますよ私。そしたらもうやばい、まあ、筋肉痛そんな来なかったんだけど、これ終わった後の疲労感が半端じゃなかった。で実際ね体重測ってみたんですよ。そしたらやっぱ痩せてて、まあそのカロリーとかもあんま気にしてないから、1日の今別に減量じゃないから、その事細かく書いてないんだけど、痩せててさ 300g ぐらい、まあその質感もなんかちょっと良くなってんの、その水分抜けたみたいな感じだと思うんだけど、結局はだけどやっぱこの高重量でバンバンやるってより、そのできる範囲の重さでより集中してそこを刺激するってすげえカロリー消費するんだなと思って、なんかうんいいわこのトレーニングってか楽しかった。やっぱその自分よりもうわなんか嫌だなって重さあるじゃん、わこの重り持ち上げたくないなみたいな。でもその時それが続くとさ、やっぱ筋トレ嫌になっちゃうんだよね俺、なんか苦しいってイメージが勝ちすぎて。でもこれは扱える重量で気持ちよくそこを狙ってって、で疲労するまでレップを重ねるっていうね、すげえ楽しくてこの今日の筋トレで、カロリーも消費できてさ、すげえ良かったなと思いましたっていう新しいね、まあ、新しいっていうか前々から知ってたんだけど、やっぱねやれなくなっちゃうね、なんか固執しちゃってさ、いろいろとダメだね。でもちょっと学んじゃったわっていう背中トレでございます。もう春かよ、やばいね。もう服ねえからさ俺、本当に半袖2着しかないんだよ、しかも色違い、どうしよう。なんか服買うの嫌なんだよね俺本当に、なんかもうめんどくせえ服買うのって。おしゃれな人ってすげえなと思う。えどこでその時間設けてんのみたいなまあ設けるのはできんだけど、だからそのよくそんな服買うのにさ、いやごめんね俺の考えだから、その時間をさ何時、2時間とか3時間とかさ1日で作るわけじゃん。しかも着てみてさ、試着してその鏡見て合ってるか合ってないかみたいな、その時間がマジ苦痛、本当に苦痛。なんかしかもアパレルのさ、その洋服屋さんってさ暑くね、無駄に、え何あの温度管理、何冷え性がオーナーなのと思っちゃう。なんか全身冷え性な人がオーナーなのかいっていうぐらい暑い時あるじゃん。え完全にこれ暖房35度だよねみたいな、あのイメージが強すぎてね俺。もうなんかもう洋服屋さんは冷房もしくはドライ必須だと俺は思う本当に。でまあちょっとアタッチメント変えてね、あちょっと横川くんの背中トレ見えまして、まあ気づいた人は気づいたかもしれないですけど、ちょっとなんかやりたくなっちゃってさこれを。いや聞きました、なんかすげえ良かった、うん、すげえ良かったです。とりあえずまあ引いてね、まあ、なんやかんやってるわけですよこれって感じだから、春だねっていうところでね、まあ、今年はどんな年になるのかな本当に。もう安全に過ごしたいよ俺は。まあこっちの話なんだけどさ、まあ、昨日、まあ、プロイズムの方のね会社もう一個の方で、まあ、ちょっと従業員増やそうってなって、まあ、あの採用面接したんですけどカフェで。いやだから今の時代さ、インスタとかその SNS で採用できるからさすごいよね。普通の一般企業とかだったらさ、なんかその何広告かけてさ採用の掲載ページとか貼ったりするのにさ、インスタのストーリー一本でできちゃうから、まあ俺っていうそのねまた違ったビジネス的な形だから、まあそりゃそうなんだけど、なんかうわすげえ時代になったなと思った。そしてそれに伴ってさ来る熱意のある子がさ、いやすごいなと思った。いやだから今の若い子たちってすごいよね。なんか俺の時じゃ全然そんな思考に及ばなかったから、なんかさ安定を求めなくなったっていうか、まあ安定なんてない時代なんだけど、だからこそなのかな。なんかそのめっちゃいいじゃんっていう職場なのに、なんかこのままだと一つしか学べないからね、なんかそのオールジャンルで学んでいきたいっていうのでさ来るわけよ。だからすげえなと思って、なんかそういう思考なのが。俺が20歳20前半だったら土日休みのためにただ仕事を業務としてこなして何も考えず働いてたと思うんだけどね。ただブラックすぎてちょっと嫌になったから辞めたっていう理由で、まあ、意外に俺我慢強いからさ。いやまあそんなねことがありまして、いやいい有意義な回だったなと思って。
だから今後ね、プロテインとかも、まあ、作ってるんですよ、新しく。新しくっていうか、リニューアルして、今ね、まあ、詳しい話すると、ホエイの価格が上がってて、プロテイン事業ってね、まあ、正直、やらしい話で言うと、儲かんないんだよ。だけど、まあ、なんか、俺もう4年目だから、プロテイン事業、これ、なんやかんや、おかげさまで。はい、皆様のおかげさまでございます、本当にね。まあ、今これ聞いてる人、買ってる人いない、ワンちゃん買ってる人いないかもしれないですけど、で、それで、まあ、まずやめるって選択肢ないよねっていうところで、で、まあ、ホエイの価格上がっても、結局その売り価格変えずに行こうって話になってね、せっかくやってるしっていう、そのねプロテインがまあなんかねプロテイン事業っていうのでね、まあなんかそういうので売っていきたいからっていうのもいろいろまあありまして、で工場とかもちょっと変えてすげえ美味しくなったマジ でちょっとね期待しててください。ほんと溶けやすさとかもう全てが良くなって、前も良かったのよ、だけどさらに良くなって、これやばくねってなったプロテインなんで、まあまたね、まあ告知っていうかしていくんですけど、ちょいちょい、まあそれも楽しみでございます。まあ、楽しみっていうか、まあいいもん作れたなっていう感じで、まあ、自己満だよね普通に。でシーテッドローめちゃめちゃ入ってます、これ背中にね、やっぱ背中の皮がちょっと薄いよね、いい意味で。これは減量したらすげえことになりそうだ、またね。まあこれまあ全部5セットやりました、だから今回28セットで、最後ねシラック、ダンベルシラックとプルオーバーやるんですけど、それ3セットなんで、まあ28セットぐらいかな、合計やりましたね。はい、シーテッドロー引きまくれ、はい、めっちゃ引きましたね。で最後はもうやっぱそのダンベルシラック、僧帽筋あたりが弱いんだよね、これを俺毎日やってる。そしてとんでもない背中になっちゃう、これほぼ背中トレーニング入れてるから、僧帽筋がボコってマフラーみたいになったらさ、後ろとんでもないことになっちゃうから。で肩が動いてるね、これピリピリパラ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 、肩がいいな、なんかね。はい、プルオーバー、これスーパーセットやってってますからの、はい、でまたねダンベルシラックをやっていきます。はい、でこんな感じで終わりですかね。まあ筋トレ、まあまた俺は集中して頑張ろう。ちょっと今日から仕事をちょっとねおろそかにして筋トレ頑張っていきます。 See you next time.